はい、こんにちは、小林邦洋です。今回はケニアバラ農園の旅をお届けいたします。私は今首都のナイロビから北に200キロぐらいですかね、ナクルという町におりますが、今回のメインミッションは私の、バイヤーとして、取り組んでいる世界の花屋、こちらで使う新しいバラ品種を開発開拓に行くというのがメインミッションになります。でそんなあのミッションの、中、私世界の花屋が、付き合っているソジャンミ農園でゲストハウスで楽しい時間があったりということで、ケニアの郊外ならではの時間お届けできればなというふうに思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。このチャンネルは私小林邦洋が月に1回世界一周しながら現地で見たこと学んだこと、そういったことを旅やビジネスを切り口にご紹介しているチャンネルです。世界に興味あるよとか世界のリアル知りたいという方いらっしゃったら、ぜひポチッとチャンネル登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではケニアバラ農園の旅スタートです。はい、私はですね今ナクルの町を出て北へ向かい始めているというところです。まず最初に目指すのはいわゆるブリーダーさんというところですね。バラ農園と一言で言っても、ケニアのバラ産業というのは国際的な産業ですから、いろいろその分業化されているわけですね。いわゆる切り花を育てる農園、これがメインなんですけれども、それ以外に品種開発をする農園というのもあるわけですね。それが一般的にブリーダーさんと呼ばれるわけですが、その、ケニアでも代表するブリーダー大手の一社さんにですね今向かっているというような状況です。で、私たち世界の花屋が、日頃お付き合いしている、ソジャンミ農園、こちらのケタンさん、ひょっとしたら以前ね世界の花屋のコラムとかでも見たことあるという方もいらっしゃるかもしれない。もしくは僕の YouTube 動画でね聞いたことあるという方もいらっしゃるかもしれませんが、ケタンさんと合流して、いつだろうな、来年再来年ぐらいに世界の花屋で商品で並ぶかもしれないバラを探しにですね行くというような形でございます。ここはねちなみに標高は今2100ぐらいかな、多分今このリフトバレーの地高帯を第一高帯をね、低い方から高い方に実はじわじわ上がって進んでるんですけど、バラ農園歩くのはね結構ね息切れするんですよ。だからそんなわけであれですね、今日の夜はねソジャミ農園のゲストハウスで楽しい夜の時間が待ってますので、良い運動かなというところですかね。はい、そんなわけでですね今ナクルからブリーダーさんかこちらの方にですね向かっております。ちょうどね多分今まさにこの辺が赤道じゃないかな、赤道多分 Where is the equator? Where is the past not yet? Soon, soon.Not this time. Because not this time. いや多分ねこの道では赤道の表示ないんですけど、多分今ここがまさに赤道の直下ぐらいにいるんじゃないかなという感じもします。はい、さあそんなわけであとおそらく10分20分ぐらいで到着かなというところですね。さあ着きました。ここはねちなみにもともとは確かオランダ系だったんですけど、結構前かな、5年前ぐらいかな、5年前ぐらいにケニアの私も何回かお会いしたことある某大臣の所有に変わりましたね。ケニアのね元大統領ってほぼ全員お花農園持ってるし、大統領に準ずる大臣の方もしかりですね。あれここじゃないのかな、陸地。そうだから本当こんなケニアのね失礼ながら山奥ですけど、以前お会いした時はほとんどオランダの人でしたね、中にいたのは。オランダ人ってすごいよね本当。なんだろう、アジア極東で言えば中華系とかね韓国系に近いんだけど、自分のビジネスのためだったら躊躇せずあれだもんね、
移住するっていうか、それはね本当感心しますよ。さあ着きましたね。見慣れたグリーンハウスもいっぱいありますが、とりあえずここでまず私は長靴に履き替えて、マイ長靴ね、ケニアに置いてあるのがあるんで、それでスタートですね。マンボ。はい、小林、nice to see you. Yeah, yes. Mr. Inda is coming? Yeah, yeah, yeah. We are already on the boardroom. Ah, okay, good. Yeah. And one more. One more. Okay. One more lady. Okay. The florist is coming here. Okay. Oh, I will go ahead. Okay. Take the stairs. Okay. 久しぶりに来たここ。Oh. ちなみにほら。スプレーバラとか通常のバラも、まあ後でじっくり見ましょう。いろんな品種あるからね。ちなみに私の好きなのだと何かな。世界の花屋でもやってるのだとどれがあるかな。マダムセリーズが好きかな。なんだろう、日本に買い付けてるの。ここだとチェリーブロッサムは買い付けてるね多分。ほんと品種は何だろう、とんでもない数あるからね。最高。Oh, thanks for waiting. Let's see you. Yes, Kobayashi. Yes, let's see you, Kobayashi. Hi, Mr. Keten. Long time no see. Happy New Year. Happy New Year. Mr. Inda, Happy New Year. Happy New Year. Thanks for waiting. Yeah, you're most welcome. Yeah. Hello. Yeah, no stress. But from our smell, through our smell, where is our biggest market? Still in Germany. さあ現場へ参りましょう。まずはやっぱ見に行くの重要ですからね。ちなみに本当お花農園で絶対欠かせないのがですね、長靴ですね。これがないと本当ね、泥っぽいところだと帰国時に靴がどえらいことになるんで。あ、これラベンダー。おお、いいね。これは美しいね。ちなみに僕今日がケニア滞在事実上2日目なのかな、2日目ですけど、わかる？ちょっと今もう時計あまりにひどいんで外したんですけど、日焼けがすごいよね。紫外線マジ油断するととんでもないことになるな。さあ参りましょう。ちゃんとね、消毒してね。あ、イエス。これがね、日本でも大人気のアダロニアです。美しい。しかもほら茎がめっちゃ太いよ。これなんかすごいよ。これらはもうあの商用になってるやつですね。でもなんかバラ農園見るとテンション上がるよね。ただ傷みやすそうな感じはあるけどね。あ、こういう色個人的には好きだな。こういうのってほら、まあ服飾っちゃ服飾なんですけど、その色合いによってね、一つ一つのバラが本当個性が出るんで、一つとして同じのがないっていうのかな。そういうところが魅力ですね。あ、咲くとあれなんだ、開くとより白くなるんだ。まだまだ開くもんねこれ。いやー、ほんとね、宝石箱ですよ、宝石箱。おー、oh, this one is beautiful.
ピンクウェイブ。こういうの、正直言えばね、あんまり日本への長距離輸送には向いてなかったりするんだけど、めっちゃいいねこれ。この白ともいえ、白なんだよ、ピンクのようなライラックのような、ただねこういうタイプはね、私の経験でいうと意外とね長持ちしないんだよね。それがちょっと悩ましいところだけど、これもっと白いか、美しいな。でもこれグリーンハウスで見るとさ、白がどこまで白いかよく分かんないっていうあーこういうの好き、檻の子。あれだろうな、個人的にライラックが好きなんだ。ビューティフル。咲くとこんな感じ。でもちょっとあれかな、茎が細い。絶対日本人好きだよね。ありましたよ、さっきほら見たやつ。やるやつ。咲く前はこれだけど、だん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 だからちょっと色合いが変わってくんだね。レッドドレス。いいネーミング。Yeah. You can see the issue on the first one. Much better. Yeah. それだとやっぱり黒みが抑えられる。Yeah. Less blackening. Yeah, with that.でもなんか欲しいのはいろいろ出てきたんで、後でまたあれだね、ソジャミ農園行って世界の花山今後も話し合わないといけないですね。すごい朗報です、ソジャミ農園が。いいのかな言って、まあいっか。アルストロメリアも始めるという話になりましてですね、今欲しい品種を選べということで、みんなでどれを日本向けに買い付けるかやってるところです。せっかくだからやっぱオリジナリティがあるのがいいじゃん。だから例えばこう、これ俺は普通かな、この隣かな、ちょっと品種名は言えないけど、これとか、これは個人的にすごいいいと思う。うわー、これは面白い展開になってきたよ。来てよかった。これいいね、これちょっとちっちゃい感じのアルストラメリア。あーこれはいい色だね。 Wow, that's beautiful. 沖縄、沖縄What does it mean? 沖縄 is the name of the island in Japan. The South Island, yeah. OK. OK. Ah, これはいいね。How about this one? This one is also nice. Yeah, this is what Ketan told me. Can I show you on the picture? Sure, sure. ここ来たい。外の方がやっぱ涼しいな。とりあえずね。ブリーダーさん行っていろいろ新しい情報を仕入れたので、この後は、ソジャミ農園ね、世界の花屋でもおなじみソジャミ農園行って、実際のこの先の買い付けとか、まあ現場チェックしながらね話し合いという形になります。ちなみに世界の花屋見たことないという方いらっしゃったら、ぜひ概要欄にねリンク貼ってありますのでご覧ください。インスタグラム見ていただくと分かりやすいかも。インスタグラムもねぜひ見てみてください。はい、というわけでソジャミ農園に移動です。さあ間もなく、ソジャミ農園のね、ソジャミ農園はいくつかの標高に農園を持ってるんですけど、
1900メーター地帯のところね、名栗にある農園に到着なんですが、まあ、この農園の到着前、この右手の、I think this is Avogadro? このアボガド農園、これはですね、前の大統領の、まあ、名前言ってるのね、ウーフル・ケニアッタの農園と言われてるってことにしておきましょうかね。いろんなところで政治家が出てくるのが、まあ、ケニアであるアフリカってところですが、まあ、そんな景色も眺めながら、はい、まもなく到着でございます。さあ、到着しましたよ。マンボ、そう、まあ、これがね、私たち世界の花屋の強みでもあるんですけど、いくつかの標高にね、産地を持ってますので、その花その花で適切な標高を選べると、これがあの世界の花屋のね、後でもしよかったらバラなんか見ていただけると嬉しいんですけど、多様なバラをね、ラインナップ、しかも常時できているというような理由なんですよ。なんですよとか言って、そう、あの前の車にね乗ってる社長のインダーさん、もともとは紅茶の農園の技術者かなんかなんですよね。で、独立されてバラ農園の方に、切り花産業の方にスイッチされたんですけど、もう僕もさっき聞いてたら今年で多分8年目ぐらいなんですって。お付き合いが早いっすよね、時間が経つのが。本当道理で年取ったわけだわって感じだけど、ちょうど私が昨日ケニアに着くまでは寒かったというふうにおっしゃってるんですけど、さあ一回まず事務所行きましょう。事務所の最初がねちょっと暗いんですけど、ショールームみたいになってて、久しぶりに現地で再会ですよ。黄色のミニオンとかね、You see celebこれセレブだよね、多分。そういうセレブ、いろいろあるんですよね。なるほど。あ、ディアボロなんかも世界の花屋でよく紹介したかな。あと一つ一つがねユニークで、あとスプレー系で言うとね、ジュリエットとか。まあ、一回ちょっと事務所行きましょう。So, please explain, which type of flowers now you are planning to... So, we are going to go commercial with this chrysanthemum.これもいいね。結構これからじゃあ楽しみだね。ね。さあ、農園歩きに参りましょう。ね、美味しいチャイでちょっと商談が弾みました。ちなみにね、この1900メーター地帯だけで標高のね、ソジャミ農園40ヘクタールってさっき言ってましたね。こういう時日本人は絶対東京ドームと比較するんですけど、東京ドームだから8、9個分かな、東京ドームが 4.6 とかだよね、確か。いやー、やっぱすごい規模だよね。これだけの規模があるから結局労働者も維持できて雇用も維持できるっていうのがあるし、だからこそ良いお花も世に送り出せるということで、まあ、なかなかちょっと専門的な話になっちゃうんですけど、そういうバランスで成り立ってるってとこですよね。これはね、ジュリエッタっていうすごい一時ロシアで人気だったスプレーバラですね。普通のスプレーより大型なのが特徴なんですけど、これはね、黄色のあのミニオンね、どっかのアニメのキャラクターでご存知かもしれない。 So everything is for Valentine? No? No? Valentine?This will come in Valentine's. Ah. But this will come before. This will come after.
今日はあの2023年の1月6日かなになるんですけれども、あと 2,3 週間ぐらいかな、そろそろヨーロッパはバレンタインも始まりますんで、日本ではねバレンタインというとやっぱチョコレートになるんですけど、ね、世界的に見ればやっぱお花ですからね。ちょうどこの時期来ると残念ながらバレンタインに向けて結構なんだろう収穫調整中で、あんまり咲いてるお花は見れなかったりするっていうのもあるんですけどね。ミニオンは結構日本でも安定的に人気だったりしますね。さてちょっと移動してきましたけど、これ分かります？何か開発中の菊系ですね。マムはね昔コロンビアでめっちゃやったけどな、結局マレーシアには勝てなかったんですよね、諸事情によりね。ずいぶん育ってんね。そうほんとね、コロンビアのメデジンってとこですけど、いろいろ行ってやりましたよ。こうやって見ると綺麗でいいよね。いろいろケニアのお花農園も当然ながら新しいねチャレンジをやっぱりしていかないといけないってことですよね。何事もそうですけど、やっぱりねダーウィンの進化論じゃないですけど、変化に適応するものが生き残るでしたっけ。まあダーウィンの言葉かどうか分かんないですけどね、本当にですけど、やっぱそういうことですよね。こういうケニアでトップ5に入るような農園ですら現状にねあぐらかかずに新しいことに挑戦するっていうのはね、ステイは交代ですと、停滞は交代だってことですよね。いやこれだけの規模の農園でちょっとずつとはいえ方針転換するのはなかなか大変だと思いますよ。本当うわうわうわ、どこ行くんだろうこれ。すごい菊だって見ても私の背丈と同じぐらいの高さ。結局菊だったのか。価値が。This is standard。結局これだった。Yes, standard。泥の中歩いてきたのに。何語か分かんない。予想通り。だいぶ歩きました。まあ、でも本当今日、まあ、あともねもう一日ここに滞在するんですけど、いろいろね新しい品種の話とかバラ全体の話とかいろいろ非常に有意義な情報交換と、まあ、情報交換で情報を伺って、あとあの買い付け交渉含めてねいろいろ前進したんで、明日もう一日ねフィールド歩いて今一度話し合ってこの2023年のねプランを固めていこうというふうに思ってます。結構あれですよ今日の感じで言うとね、バラ、まあバラだけじゃないですけど世界の花屋でねソジャミ農園いろいろご提供できると思いますよ。この年はこの動画がいつアップされてるか分かんないけど、なので乞うご期待ということで、とりあえず今日はもうだいぶ夕方なので、これからここから標高でいうと250ぐらい上がるのかな、ソジャミ農園のゲストハウスへ行って楽しい楽しい夕食の時間でございます。はい、お疲れ様でした。これぐらいの時間、4時ぐらいになるとちょっと今4時半ちょい前なんですけど、ちょっとあれだね過ごしやすくなってくるね、日の光含めて。さあ農園を出てですね、あれから標高でいうと250ぐらい上がったのかな、今ここは2150から2200メーターぐらいの地帯になるんですけど、ニンジョロという町ですね。おお、早速見えるかな、 You can stop here。 これあの世界三大花木の一つのね、あ、リトルモーナンディフレームってやつですね。オレンジ色がすごい美しいって言っても映んないか、こっちから見えるかな、映るかな、あ、逆光であんまり映んないね、ごめんなさい。OK、レッツゴー。そう、あの今はウンジョロという村に参りました。ここのソジャミ農園のゲストハウスにね、今日ステイするという形です。久しぶりに来ましたよこの景色。
この何傘の形のアカシアがまたね独特で、キリンが横食べちゃうから上だけ残ったからアンブレラアカシアとかそんな名前だっていう話だったんですよね。はい、というわけで間もなくゲストハウス到着でございます。到着いたしました。ここはねただね犬がでかいんだよね。出た出た OK Thank you very much。 着きました。久しぶりに帰ってまいりました。戻ってきましたよ、ソジャンピ農園に。本当はね3ヶ月前2022年の10月11月に来る予定だったんですけど、僕の動画でフィンランドからの飛行機が遅れてカタールに一泊するっていうものをご覧になられたこともある方もいらっしゃるかもしれないんですが、そんなこともあってですね、はあ、空気が美味しい。ようやく到着しました。今日はゆっくりしましょう。マンボウ、これがね風で鳴るんだよね。なんかほんと古いイギリス植民地時代の邸宅に来たようなそんな気分になりますけど、うわー戻ってきたね。あ、チーボーの部屋あっちね。あ、OK、とりあえずお部屋行きましょうか。私の部屋はこちらでございます。はあ、久しぶりに帰ってきた。Oh, Mr. Inda just now arrived。 ね、当然ですけど新しくはないけど十分清潔感のあるお部屋ですね。そしてこちらが洗面所とトイレとそしてシャワーという形でございます。せっかくですからまずちょっとゲストルーム散歩しましょうか、ね、このアングルで見るとこんな感じですね。ここがまあダイニングスペースになってるんですけど、ほぼここは使わないね、外のテラスですね。夕日、夕焼け、もしくは開いてなかった、朝夕もね本当気持ちいい場所なんですけど、昼間は昼間で本当に美しいから、よいしょ、はあ、いい風だ。ほらバラも飾ってあってね。おー、リモニーも一緒にある。でここが焚き木でね、暖炉でね、ここで多分きっと今日も夜ご飯をいただくことになるのかな。ちょっとせっかくだから座りますか。最高だね、静かで。なんかやっぱりあれだね、年取ったせいもあるかもしれないんですけど、こう世界中旅しててやっぱり静けさっていうのはもう最高の幸せですね。明日の朝もね本当楽しみですよ。僕はここの朝の空を見て、なんだろう、ウペポってブランドを思いついたっていうのがあるんですけどね、ちょっと詩人っぽくて恐縮ですけど、こんな静かでね美しい場所と日本も当然ながらこの空雲でつながってるっていうね詩人っぽくて申し訳ないですけど、いやそういうところになんかこの風がね旅感をすごい僕にとっては生んでくれるんですよね。
さあそんなわけでまずはちょっとシャワー浴びようかな。ほんとちょっと一回夜ご飯の前にすっきりしよう。昨日ね、別動画でご存知かもしれないですけど、ナクル湖国立公園でね、ちょっとホテルのトラブルがあったんでまずはシャワー浴びよう。シャワーさあゲストハウスでシャワーも浴びて一仕事メール処理してリラックスタイムがやってまいりました。まずちょっとタスカービールいただきましょうか。お疲れ様でした。ああ、very nice。さあボルドーワインいただきましょうか。 OK Cheers Cheers for good business. Yes, good health and good business. Good business. Cheers. 乾杯。いやー very nice。 いいね、やっぱこういうテラスでワイン最高だわ。Oh, and it was a good decision, you know, to open the bottle in advance. Yeah, it is. 先に開けといてくれたから、本当。ちょっと何？いい感じで、ワインが目覚めてくれた感じです。いや、本当ね、こういうテラスで最高ですよ。軽く酔っ払ってるせいかもしれないけど芝生を歩きたくなるまだねちょっと明るいですけど、もうちょっとするとね、空は本当満天の星空ですよ。まずはスターターでチーズとハムとフルーツとって感じ。ちなみに今日は暖炉の調子があんまり良くなくて、ケタンさん悪戦苦闘中です。いい時間です本当ね。さあメインコースの時間でございますが、メインコースはですね、なんて言えばいいんだろう、 Is chicken? Is chicken? チキンと Chicken and beef and vegetable.ラザニアとチャパティとなんかインドとイタリアの融合みたいな感じですかね。いただきます。うん、グッド。おいしいね。ほぼ初めて夕飯食べました。ようやく胃腸がこの時差に慣れてきた。最初ねドイツにいましたけど、まあ飛行機移動もありましたけど、ほぼ夕食食べてないもんね。全く。やっとなんか夕飯食べれる。胃腸がやっとこの時間帯についてきた。すいませんおっさんトークでまあそんなわけでね、楽しい夜も更けてきますが、明日ねまた朝ゲストハウスでね、静かな朝を過ごして、美味しいあったかいチャイでも飲んでね、そしてまた農園を回る予定でございます。とりあえずお疲れ様でした。おはようございます。遅れました。外ね出てみましょうかね。おお、はあ、美しい朝ですよ。おはようございます。こうなんだろう、ちょっとね凛とした空気と言えばいいんですかね。はあ、気持ちいいな、いい朝だな本当。いや本当ね、何度来ても思いますけど、
こういう本当なんだろう、今もポケコッコーしかあんまり聞こえないけど、そういう朝って逆に本当貴重ですよね。こういうね、本当凛とした空気の中でいただくチャイが美味しい。朝ごはんの時間でございます。ケニアのね、まず朝のフルーツをね、まあバナナも食べたんですけど、やっぱりねマンゴーなんですよね。本当ケニアってマンゴーが美味しくて、でもあの日本はね検疫上の理由で輸入はできないんでね、ここで食べるしかないんですけど、非常に深い甘みと言えばいいのかな、それが印象的でございます。フルーツって意外と本当難しくて、自分が買い付けようと思ってもなかなか買い付けられないんですよね。あのまず二国間で検疫に関する協定結んで、それからじゃなくちゃいけなくて、切り花はまだ結構進むんですけど、フルーツは本当なかなか難しくて、実はあのこの ソジャンミ農園ね、インダーさん、あのブルーベリーも今栽培してて、昨日いただいたら、まあ前から作なんかトライしてるとは聞いてたんですけど、昨日いただいたらすごい大粒でね。でもやっぱり日本とケニア間でないんですよね。今だから唯一日本がアフリカ大陸でフルーツ輸入できてるのが南アフリカで、でそれもいわゆる柑橘系だよね、シトラスとかああいう柑橘系で、柑橘系もしかもそのまま持ってきちゃダメなんですよ。あのいわゆるまあトリートメントっていうのかな、あのガスでなんていうの、あの消毒じゃないけど燻蒸じゃないけど、ああいうのなんていうんだろう、蒸熱処理、蒸熱じゃないな、いわゆるそういうガス消毒、ガス殺菌みたいのを、南アフリカから日本まで運ぶチャーター船でやらないといけないんですよね。船だ、飛行機で輸入しちゃダメなんですよ。その何、殺菌消毒の時間が短すぎるんで、船じゃないと絶対輸入できないっていう。この美味しいフルーツね、日本に持ってきたいですね。実際ほらマンゴーだって、タイのマンゴーなんか見ててももう現地もしくはね ASEAN とか中国がめっちゃ買うから、もう全然なんだろう、日本人に手の届かない値段になりつつねあったりするし、まあタイのマンゴー自体がそんなに実は今あの収穫自体がね伸びてなかったりもするんで、僕は日本のフルーツマーケット全体見たら、そろそろやっぱアフリカとか南米とかより門戸をね開放した方がいいとは思ってるんですけど、どうですかね。特にね地中海見栄えっていう、そのハエをどうするかっていう問題があってね、なかなか難しいところではあるんですけど、ちなみに中南米でいうと最近メキシコ、ペルーも一部解禁したかな、ペルー、チリね、太平洋側と地中海とか大西洋側が難しいんだよね。ほんと余談ですけど、美味しいっす。そしてメインはですね、インド風のスクランブルエッグとインド風のポテトにチャパティでございます。これいいよね、このチャパティ炊飯器っていうの、これなんか家に欲しい。あ、Thank you very much。こちらでインド風の朝食いただこうと思います。おチャパティをね、例えばスクランブルエッグをこう包んで、おいしい。余談ですけど、ここのゲストハウスはもう僕のタイプ知ってるんで、全部ねちゃんとパクチーなしでやってくれるんですよね。昨日もメイドさんにパクチーなしでって言ったらニコッと笑われて、 I know と、知ってるというふうに言われましたけど、食べたらまたお仕事頑張りますか。チーボー頑張んないとね。そんなわけでもうちょっとしたらお仕事出ます。さあ今日も頑張ってまいりましょう。まずは、今いるこのソジャミ農園のね、標高が2150ぐらいかな、こちらからスタートでございます。まずはちょっと打ち合わせしたり、この農園でねのお花とかを見ながらっていう感じですかね。 Oh wow. So all the,
Or this Veronica also from you? Yes, yes. Ah. どうこのベロニカ。かわいいね。Demand is good? Demand is good? Okay, pretty good. There's more demand for this than there is for garden spray. Ah, okay. Understand. But it's cheaper. Yes, yes. ああ、ここでね、放送されてという形になるんですけど、今日が日曜日からかどうか分かりませんが、まだスタートしてないですね。こちらが事務所兼ショールームと。わー、久しぶりに来たよ。このお花はあれですよね、日本でもすごいね、なんて言うんだろう、花が受け継ぐ記憶と言いますか、 NHK のね、世界は欲しいものにあふれてるでも取り上げられたクラシカルパークですね。本当ね、こういうこれだけ常に新しい品種を開発されてるのがやっぱりソジャミ農園のすごさですよね。我々も彼らのおかげでね、そういうケニアの本当そういうリアルっていうのはこういう品種開発の最前線だったりするんですけど、それをね世界の花屋でお届けできるっていうのは本当嬉しいですね。こういう色合いもね、本当ねアフリカっぽいね。メジャーノ、メジャーノ、メジャーノ、ブリジット。こっち側がねメジャーノバルドで、こっち側がブリジット。これあの突然変異でね生まれた品種、まさに本当この農園で生まれた品種なんですけど、ほらブリジット・バルドーっていう女優のね妹さんがメジャーノですよね、確か。だからお花もねそういうネーミングがされてるっていう、結構素敵なストーリーですけどね。この辺本当世界の花屋でね、皆様ぜひウェブサイトをね常時チェックしていただいて、多分今年もどしどし新しい品種が世界の花屋のショップで出てくると思うので、ご期待いただければってとこですね。Step by step we are planning to increase the quantity, you know.商談も一段落してまたいろいろ見てみましょうか。ちょっとまだ品種開発中で見せられないのもあるかもしれないんですけど、そうだから昨日ねブリーダーさんで言ったような品種でいいなっていうのがあると、ここでより実際の何第二段階のテストをしてるって感じですよね。これあれかな、ほらわかる、みんなこれぐらいのオレンジ色なんだけど、これだけ白ですごい綺麗。うわーいい色。ちなみにオリジナルはオリジナルで素敵だね。いろいろね、いやいろいろ新しい品種これからね多分出てきますよ、世界の花屋で。ぜひなんか僕も久しぶりにねソジャミ農園来て、やっぱりまた勇気をもらいますね。本当これらをねやっぱり日本にお届けするっていうのがやっぱりケニアのバラの世界のリアルだと思うし、いいっすね。さあそしてですね、最後ですね、だいぶ標高上がりました。2300ちょっとぐらいかな、2300m 地帯、ソジャミ農園参りました。そうこのね大きな何て言うんだろう、アンブレラアカシアでいいのかな、これが目の前に見るとやっぱ戻ってきたなって感じしますね。まあ、大体商談は終えたんでね、最後ここで現状のお花とかをチェックしましょうかね。さあ早速フィールドウォークスタートしましょう。そうさっき2350つっちゃったんですけど、この、ね、動画で分かるか分かんないけど、
結構中もね傾斜があるんで、この農園の一番上は2450m ですね。すでにハーハー言ってますけど、本当にね若干やっぱり空気が薄いです。ここまで来ると僕はまあこれぐらいだったら高山病にはならないですけど、きつい人には多分きついんじゃないかな。エクアドルとかでね、南米の3200ぐらいが僕の限界値でしたねもうそこから心拍数上がっちゃって、どうしようも息苦しいというか、ね、空気が薄くて困りましたけど、ここでね栽培されてるのはどちらかといえば商用品ですよね。コマーシャルプロダクションですよね。反射もあるんだよね。ここで見るとすごいピンクに見えたりするんだよね。とにかくねヘッドがね大きいんですよ。ちょっとまあ農園歩き続けましょうかね。次はですね赤バラのところなんですが、まあ、今ねこれ撮ってんの2023年1月でバレンタイン前なんでね、残念ながら何も咲いてないんだけど、わかるこの高さ僕の身長この辺ですからね、はるか上で花が咲くっていうねなんかとぼけてもうすでに咲きかけてるのも一個だけあるけど、赤っていうのもすごい難しくて、油断するところはすぐこういうふうに黒い線を出ちゃったりするんだよね。だからこれをどうやって抑えるかっていうのは結構なんだろう、腕の見せ所だったりするんですけど、よくあるのは出荷時は大丈夫なのに日本着いたらねダメになってたりとかね。これなんかすごい状態いいですね。触ってもここ詰まってるからすごい長く咲きそうな気する。ここでかくれんぼしたらどうなんだろうまあ続きましょう。ちなみにこの標高、まあ、2350から2500m 近い地帯もね、45ヘクタールですから、ちょうどあれだね、例によって東京ドーム10個分ぐらいですね。ほんとね、まあもしこの動画ご覧いただいてたらね、まあこれがケニアの新常識リアルということで理解いただけると嬉しいんですけど、これぐらいのやっぱ規模感がないときちんと雇用は保てないし、かつ良いバラは育てられないというのが実態ですよね。やっぱりバラの栽培っていうのは少なからず手間がやっぱかかるし、最新鋭の技術っていうのも導入していかないといけないし、つまりいわゆるなんだろう、固定費も変動費も両方かかる世界なんですよね。だからとにかく私が世界の花屋を通じてね、ぜひ皆さんにご理解いただきたいのは、やっぱり正しくね、本当に良いバラ、皆さんが手に取っていただいてハッピーになれるようなバラっていうのはどういう環境が求められるかっていうあたりをね、ぜひちょっとでも、ね、この動画通じて分かっていただけると、本当ケニアでこうやってね、なんだろう、日々バラ生産に従事している皆さんにとってもきっとね励みになると思うし、だからなんだろう、本当のサステイナブルとはどういうことかってことですよね。言い方変えると、本当に持続可能でね、みんながウィンウィンになれるようなね、良いものっていうのはどういう環境が求められてというところが、僕が本当世界の花屋を通じてお届けしたいリアルですね。こちらはですね、ソジャンミエバーレッドっていう名前で、エバーレッドのバラねなんですけど、このソジャンミ農園で作るとやっぱ お花の大きさがね、やっぱ他とは桁違いにでかくなるんですよね。大きくなるんですよね。だから市場なんかでもひょっとしたらソジャンミエバーレッドっていう名前で見たことあるっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっと咲いてるけど、でもまだ本当これまだまだでかくなるんで、
バレンタインのあれかな、早い時期に出そうな感じかな、収穫されてんのかな。マンボさ、こっちもバレンタインに備えての赤バラですね。これめっちゃでかくなるからね、本当。やっぱりこれだけ赤バラ見るともうあれだね、バレンタインイズカミングって感じだね。そろそろお花農園での時間終わりましょうかね。まあちなみにまとめると、本当あの買い付け面とか、まあ世界の花屋でねどういう展開していくかとか、新しい品種開発とか、2日間にわたってね、あの非常にやっぱりフェイストゥフェイスだからこそできる有意義な意見交換ができました。当然向こうの主張もあるし、それは当然聞きますし、僕の方は僕の方で当然ね主張があるので、お互いの主張をねぶつけながら、時にはねワイン飲みながら、いい話し合いができたんじゃないかなと思うので、まあこの動画がアップされる頃にはもう春ぐらいになってるのかもしれないんですけど、今年のね2023年の世界の花屋もね、乞うご期待って感じですね。ぜひ概要欄のリンクとかインスタグラムとかねご覧いただいて、今この動画より先にお花の方がデビューしちゃってるかもしれないですけど、いろいろ多分新しい展開あると思うのでよろしくお願いします。はい、じゃあナイロビに向かって移動開始しましょうかね。はい、さあこの車はですね、今回の動画のスタート地点のね、ナクルの中心地に戻ってまいりました。ここからまだナイロビまではね多分200キロぐらいかな、それぐらいじゃないかなというふうに思ってます。まあ、その中でもねちょっとこれまでで見たことない何ドライブインができてたのか、あとちょっとお土産も買いたいななんか思っててね、そんなところに立ち寄りながらナイロビまで戻ります。まあこのねドライブコースはねこれをこれでねめっちゃ面白いんですよ実は。あのその模様はね今からもどれぐらいかな1年ぐらい前になるんですけど、ケニアドライブ旅っていうあの動画アップしてますので、もしよかったらその動画をね、実際にご覧いただけると嬉しいです。ポチッとクリックしてみてください。さあそんなわけで今回はね、お花がメインでございますので、まあ、ダイジェスト版という形になるんですが、ポイントポイントご紹介しながらナイロビまでの道のりご紹介していこうというところです。はい、もうソジャミ農園出て1時間半ちょっと経過したんですが、まもなくですねちょうどソジャミ農園とナイロビの中間点ぐらいかな、ナイバショの町に入るところでございます。でここはねちなみにナイバショがそう、もともとはケニアのバラ産業発祥の地と言ってもいいのかな。ここに今でもやっぱりバラ農園もたくさんありますが、まあ、ちょっとねただ標高が低いんだよね。あのソジャミ農園のね今日いたところは 2400m 前後ですが、ここは標高でいうと 1900m なんで、ちょっとやっぱりここだとまあ世界の花屋とかでね皆さんが欲しがるようなバラは育たないかなというのが本音のところになるんですけれども、わかる、これ全部魚ですよ魚。なぜなぜなぜ魚を売るんだろう。路上でちょうど今魚欲しかったって人いるのかな。到着しました。本当ここ今まではできてなかったのにニューストップオーバーです ね。スーパーのナイバスもあるし、ケニアのスタバといえばジャバカフェですけど、ジャバハウスですけど、あのまあ新興勢力っていうほどでもないんだけど、あのアートカフェっていうねカフェがあって、これもナイロビの郊外でたまに見かけますけど、アートカフェもできてるから今日ちょっとここで帰り軽食をね取りましょうかね。ちなみにそうだ、せっかくだから何屋さんがあるかをちょっと軽くご紹介すると、一番向こうに見えるのがスーパーマーケットのナイバスですね。これはガリートね、これもよくあるねケニアで。そしてピッツァインもよくガソリンスタンドとかで併設して見かけんね。あとチキンイン、
こっちはアートカフェマーケット、へえ、売ってるんだいろいろ。私が行くのはあの店舗の方なんで、こちらでございますね。マンボー3 people yes sit ok thank you。 すごい雰囲気がね、いいよねここは。さて食事の間、食事が来るまでに軽く仕事を終わらせましょう。今日ね、ちなみに今1月8日です、2023年なんですけど、私明日メンバーライブをやるんですね。しかもいつもはね大体日曜日の夜やるんですけど、ちょっと僕のこの出張の都合上まあ明日1月、2023年1月この祝日なんですけど、お昼にやるんですが、先ほど移動中にその告知をするのをちょっと忘れてたんで、このアートカフェのね、結構早いです、サクサク行けます。その Wi-Fi につないでね、ちょっと今から告知をしないとってところですね。まあ、もしご興味あればメンバーシップもよろしくお願いします。一仕事終えてですね、私の今日はなんかエネルギースムージーっていうのかね、それとですねチョコクロワッサン頼んだんだけど、でかいな、アフリカサイズこちらをいただいて、ね、ささっと食べてナイロビに戻りましょう。いただきます。これはあれだな、手でガブリっていうより切らないと。ちなみにこちらはスーパーヒーローというスムージー。アートカフェはあれですね、イタリア系っていうか、コーヒーもエスプレッソだし、あとパスタとかピザとかそっち系が多いですね。さあちょっと隣のやっぱりお店だけは興味があるんで見に行ってみましょう。アートカフェマーケット、おしゃれ、うん、なるほどね。ちょっとやっぱり普通のスーパーよりは付加価値系が売ってる感じだね。すげえ、ほらチーズだってこんなにあんの。ケニア産チーズって出てんだ。そういう時代ですか、もう。イタリアだスペインだドイツだはなんとなくわかるけど、はあ。でワインも売ってると。やばい、出ようとしたらとんでもないものを見つけてしまいましたよ。見て、業務用コクマロカレーに上州赤城うどん、ユーは何しにケニアへっていう感じなんだけど、生え抜きとか、買う人がいるの？面白い。さあ首都ナイロビに向けてですね、山登りが始まりました。いわゆるリフトバレーの、まあ、第一クォーターになりますが、ナイバシャと、ね、ナイロビの間で一山越えます。一番高い標高点だと2,300m まで上がるのかな。その上でまたね、ナイロビに向けて、2,300m 標高が下がっていくというような形になるんですが、最後にあれだね、お土産をねちょっと買おうかなというところで、何回もご紹介しているリフトバレービューポイントという非常に景色の良いポイントがあるんですが、ここでね、お土産を購入して今回の動画締めてみようかなというふうに思っているところです。もうちょっとでその景色の良いポイントに到着です。さあ一山越えて今回最後のね、今回の旅、最後の目的地でございます。ここでちょっとお土産を物色しましょう。いやー、いい天気だ。いやいや、いつ来ても素晴らしい景色だよここは。そう、苗場所からあともう一山ぐらい越えればいよいよ
最終目的地であるナイロビというとこですね。さあ、似たようなお土産屋はいっぱいあるんですけど、ここに泊まったからここのショップ行こうかな。東京 MX のバラ団でこの前深川亮さんにドバイのラクダの置物をあげたから、今度はキリンにしようかな。 OK this one this one and this one Masai 1000 yeah. Oh very expensive. How much I'm sorry do you pay for this? Ah okay it's okay. How much do you do for the Masai? My target price is zero. Possible? Eh? Possible? Zero. Possible? No. 1000. $650. Okay. 1000? No. The best price ever that you get from you. Okay. 1000. Yeah. Okay. Yeah. 1000. Yeah. Let me. 強引に押し切られた。まあ、もともと1000を着地点にしてたっていうのが本音なんだけど。Are you happy? Yeah. If so, okay. 800. 800. How? あ、ちゃんとエコバッグに入れてくれるのね。What are you saying now? Oh, you're a good business. Yeah. Okay, asante sana. Yeah, Karibu. No, it's okay. It's okay. Thank you. Yeah, 今回はちょっとなんかやばいな。最初から1000でいいやって個人的に思ってたから、なんとなくなんかあれだな、押し切られて。得した気がしないな。まあ、ナイロビ帰りましょうか。はい、はい、というわけでケニアバラ農園編、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また例によってね、ちょっとでも参考になることありましたいいねとですね、チャンネル登録をポチッと押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして世界の花屋のご紹介です。テーマは花と世界を旅しよう。ぜひね、皆さんがお届けするお花を通じて、手に取っていただくお花を通じて、少しでも世界を旅する気持ちになっていただければな、そんな思いでブーケであったりドライフラワーであったりカスタムオーダーであったり、いろんなお花届けております。概要欄に世界の花へのリンクつけておりますので、よろしければぜひこの機会にウェブサイトご覧いただき、そして商品を手に取っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。世界の花屋はインスタグラムもぜひフォローよろしくお願いします。そして私小林邦弘の LINE アカウントのご紹介です。こちらでは主に経営者事業主の方へ向けて、 YouTube では発信していない海外ビジネスについての情報、こちらをお届けしております。もちろんね、経営者の方だけでなく、これから海外ビジネスチャレンジしたいという方も大歓迎でございます。概要欄に LINE アカウントのリンクもつけております。ぜひこの機会に合わせてご登録ください。そして最後に私小林邦弘の2冊目の本のご紹介です。集英社インターナショナル新書より、鉄道ビジネスから世界を読む、絶賛発売中でございます。日頃私が YouTube でお伝えしている世界のリアル、こちらを鉄道ビジネスを切り口にして分かりやすくまとめたものになっております。概要欄には Amazon のリンクをつけておりますが、ぜひよろしければお近くの書店で、もしくはまあ Amazon 等のネット書店で実際に本を手に取っていただけると嬉しいです。こちらも合わせてよろしくお願いします。今回は以上になります。最後までありがとうございました。